遅れるな。この約束の地でわしとお前が今向き合った、力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。家康様の絆、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。わしをこの世の敵と見なすか。そうかもな。お供します。さあ突っ込みましょう。さすがよ三成、どこまでも我についてこい。はは、 ありがたき幸せ。死んだか。私への憎しみはどうした。な、一筋縄じゃいかねえ道だってのは承知の上さ。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。伊達氏よ、ここで私に何を見出せと。その答えはお前しか知らねえ。あんた自身で気づくんだ。己を変える光にな。イノシシ武者め、手番は交互に回すものぞ。愛も変わらず綺麗な技だ。そこは昔と変わらないな。確かに敵は力強い、だがお前たちは絆強い。お前を枯れろ。その瀬名を踏み抜き、先へと待ってやる。そちらも随分と培ってきたのだな、絆を、力を。行くのだ、遥かなる天へ、家康様のおそばへ。へっ、抑えきれねえな。邪魔するぜ勝家、俺の戦う姿からもついでに何か見出しな。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするようにわしもまた絆を抱き続けよう。内世志望町に代わる新たな拠り所を。それ、ああ分かっているよ忠勝、もうお前の心から目を背けたりはしない。対局を見据えていこう。致命傷にはまだ程遠い。あい、すみません。ひとまずわしは手を出さないが、ほどほどに頼むぞ独眼竜。オーケー、ゲストとしての具はわきまえるさ。んじゃ、ゲスト2人とするかね。また会おうぜ、イヤス。竜王主催のパーリーでな。どうだ、見えたか。足りねえってんなら、何度だって連れ回してやるさ。流れは明らかに我が軍にあり、このまま東照を知恵と引きずり下ろしましょうぞ。家康様、我らは徳川兵であったことを誇りに思いますぞ。見よ、豊臣が将石田三成の力を。この光景を見るたびに思うよ、やはり戦など必要ない。こんな大舞台に立てるなんざ将軍様様だね。なんかもう怖いってところじゃねえよな。様の首など欲しくはない。開催の許可。それでこそ我が騒ぎよ。貴様も秀吉様の座に弓引くのだな。はばかりながら今こそ進軍の好機と存じますれば。違反よ無せで。後半に影をもたらすな。今度もまた絆く戻ってきてくれ。
こんな別れを迎えるのも一つの幸せなのかもな。ありがとう忠勝、最後までわしを思い続けていてくれて。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。これ以上敵を調子づかせるのは、民を導くのはわしかお前か。共に残そうこの世の非業に敗れぬ希望を。家康、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 私は貴様を友だと思っていたんだ。三成、わしも、いや、すべては夢だ。とても新しい夢なんだ。家康様のお力になれるのは忠勝様だけじゃない。三成様、雑魚的な連中とか俺らに任せといてくださいってな。この世すべてのものが秀吉様の神となるまで。結束ならば地方いずれの軍にも劣らぬわ。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。たまに出るあの死みたいなやつ、一体何なんだろう。どけ、いね、され、死され、散れ、消えろ。今からでも手を取り合えたらと。サワンの期待を裏切るな。共に旦過の星を読もう。取り合うなど夢物語か。追い詰めたぞ。結論はどこにもない。秀吉様のお考えを理解できない輩どもが。壁は破らせぬわ。よし、今が勝機。これを逃すまいぞ。どうした、お主たちにも期するものがあるのであろう。豊臣のため、我らの命をお使いくださいませ、三成様。終わりだ。おのれい、ダメだ。ここだ。みんなを守り導きたい。この心だけは偽りもないさ。誰も穴がいない。いや違う、絆は不滅だ。その首を狩ると決めた。